はい、皆さんどうも、みさろうです。たまごっちのプチプチお店っちごひいきにやっていきましょう。前回は花屋さんを非常に楽してやってしまいました、というわけで今回はガソリンスタンド編ですね、完全にこれはやったことないかな、新規だと思うんだけど、うわー、お前ぐっちぐちなん、おらいだち、おらいだち、そっぷだち、いらっしゃいませだち、フラスコ先生だったから。でここら辺はあれですね、ポイントカード作って、もう点検随分汚れてます、タイヤが古い、燃料が足りない、ボディに繋がりません、いっぱいだな、もうこれ車検とかのレベルじゃないの。プチパチは車のことわかんないですか、全然わかんない。でもタイヤパンクするとやばいですからね、俺走ってる時にタイヤパンクしちゃって、行きのしねガコンつってね、走り寄っちゃって、その時はどうにかなったんですけど、洗車ってなんだ、ウィーン、ここでまずあれか、周りはですね、だからあの車乗ってる方はあのぜひとも定期検診はちゃんと入れましょう。でタイヤを、あ、なるほど、変えるね、タイヤ、タイヤでガソリンか、これ青入れるってことなのかな、チュルチュルチュル、オーバーオーバーオーバー、あとなんだ、ワックス、これ周りでいいのかな、ワックス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 、なんかあれだな、色が違うのかな、あ、これか、これでいいのかな、どうでしょう、あれ足んないって、なんだ、あ、ワックスが足りない、前だけ光ってるから後ろもやんないといけないのかな、塗るもと同じワックスで、うん、OK です。フラスコ先生、フラスコ先生か、三角なんちゃら先生じゃなかった。そう、走ってた最中、本当にその時危なかったのはね、高速降りた後だったですよ、パンクしたのは。高速でパンクしたら半分なかったわ、絶対。本当にあれはな、笑い事で済んだけど、笑い事で済まないけど、まあ、とりあえずやっていきましょう。はい、洗車。お前、そんな台形のタイヤで走るのか、ガコン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 、荷物落ちるぜ。で、まあ、タイヤ結局ね、全特快だったんですよね。何が原因かっていうと、摩耗が原因で、もうそれで、まあ、要は古くなったんですね。あの、中古で買ったから、タイヤの交換はしなかったらしいんですよね。でね、あのね、お金なくてね、あの、買った後の検何定期検査行かなかったんですね。それが行けなかったです、本当に。顔にワックス、顔にワックス、顔にワックス。後ろにもワックス。これでいいだろう。目光ってねえか。あれ、ダメだって。まだワックス足りないんだ。そうなんだ。あ、これ、めめんパパッチなんだ。なんだっけな、タイヤ全特価でいくらしたっけな、まあ、とてもじゃないけど払えなかったですね。お前すっげえの乗ってんな、運転は楽しいなじゃね、お前それで 何をしょべるしてるんだい、タバコ姫どんな乗り物でやってくるのかちょっと気になりますね。それまであれだね、ベビッチとんでもねえ、とんでもねえ荒くれだった。ほらマックスどれぐらいかければいいのかな、だからあれ、とりあえずタイヤ変えないと話にならないからってタイヤ買いに行って、まあ、払えなくてしょうがないから、まあ、たまたまクレジットカード持ってたからクレジットカードで払った結果、その後別のあれか引き落としが落ちてなくて大変なことになってましたね。よし、ここら辺まではすぐ来れるんだよね。あとはワックスがどれぐらいあれなのかっていう、ワックス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 っていう声が消えるまでか。なるほど、わかったわかった。なんか今 V 的にショベルの部分とそのアームの部分と本体の部分3箇所ぐらいやるのかなと思ったんですけど、ちょうどいい感じに3箇所なって、でワックスワックスワックスっていう声が消えればいいらしい。俺こういうの結構好きですね。花屋さんとかみたいになんか自分でやるっていうのはちょっと苦手だから、お前それ手あんのかよ。タイヤは大丈夫そうだな。うん、タイヤは大丈夫か。
ちゃんと空気圧もね、やっておきましょう。しちゃいましょうね。こうやってなんか順番通りになんかをやっていくっていう方が好きですね。前回だったらなんだろう、タイヤ勝手に変えてやろうかな。ガソリン、あ、ほんとだ、お前すっからかんじゃん。あ、俺もガソリン入れなきゃ。なんかやたらと減りが早いんだよな。でもこの間オイル交換行ったばっかりなんですけどね。あれワックス今減ってなかった？あれワックスいいの？あれ？あ、違う、あれだ、まだ洗車で右下が落ちてない。これがちゃんと落ちないとダメなんだね。で、それ今のゴシ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 も今消えた瞬間に声が消えましたね。ゴシ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 が消えたんで、そこら辺も目安にしていけばいいのかな。目安ではないですね、聞いてるから。ちょっと飲み物飲みます。よいしょ。ふぅ。微妙に右下に汚れが隠れてやがって。しましまっち。今後ともよろしくお願いだっち。わあ、また。あ、お前裏か。裏口パッチ。頭から何生えてるんだっち。そう、今ちょっとパッケージ見てたんですけど、なんか裏、登場、お客様100用に裏玉キャラクターも登場。通信プレイで交換できる自慢の写真、商品写真にメッセージを入れて通信プレイ。お前ヘガ押してんな。ゴシ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 。よし、消えた。でタイヤを、タイヤいらないって言ってますよ。タイヤいらない。この声のセンスもすごい好きだよな。ジュル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 。ワックス。ワックス。これマジ口パッチ何入ってんの？これどこでもいいのかな？オッケー。新開店、新しいお店もたくさん。新しいお客様をリストに登録。おなじみパートナー、この3人パートナーと一緒にお手伝いをして、お店を大きくしよう。つながる通信プレイ対応。自慢の商品写真にメッセージを入れて通信プレイで交換できる。お客様104人。裏玉キャラクターも登場って書いてあります。複合店もあるみたいですね。やっぱ多分ある程度のやつを大きくしていかないと出てこないところもあるんじゃないかな。え、待って、目やばくなかった今。あいつ顔やばくなかった。ああ、なんだそれ。どうも。あ、クロコッチュたち。ミスディレクションとか使いそうな名前、そうですね。名前ですね。シックスメンですね。完結してしまったよな。俺好きだったんだよな。戦車。なんか目と口取れそうだな、こう。あの、タイヤっていうか、車の方ですけど。よし。で、タイヤ、いらない。パコーン。ガソリン。でもなんかガソリンスタンドはさ、他にも、なんだっけ、この右のタブがないから、多分ずっとこれの繰り返しになるんだろうな。もう初めから出てますもんね。OK。新しくランクが上がることによって、今まではなんかタブが解放されるってことはなかったと思うんで、初めから右のタブは全部解放されてて、使うか使わないかだけだったと思ったんですけどね。ポン。うわ、待って、ちょっとスカイプじゃないってば。あ、タバコ姫、なんかすげえ庶民的なのでやってきた。なんかもうちょっとかっこいいの専用があってもよかったんじゃないかな。しかもタイヤはちゃんと整備されてますね。戦車、タバコ姫の花王戦車。よいしょ。おお。そしてガソリンか。なんかガソリン緑多いですね。しかも結構入ってるじゃん。レンタカー的な。あ、違う、ワックス色が違う。顔にワックス。
これずっと、あ、やっぱあれか、ずっとやってるところか。ちゃんと光のところは移動するんですね。すごいな。卵姫の周りだけピカピカに磨いてきました。後ろの方は知りません。トゥンタンテ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 ン、オッケー。さあ、でめっちゃガソリン屋さんになりますよ。ガスステーション、ガソリンスタンド。これ2階になったってことなんだろうけど、2階になるとなんだろう、待合室が、あ、いろんな乗り物のメンテって言ってたな。メガネパン、なんでガソリンスタンド関係ないじゃない。というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はこちらのハンバーガー屋さんをやっていきたいなと思います。どうやらこれガソリンスタンド屋さん、車以外のものもきっと来るってことなのかな？それとも車の種類が来るとかなんでしょうか？ではご視聴いただきましてありがとうございました。次回お会いしましょう。さよなら。